どうも、ゆたかです。今回はベレー帽の被り方を解説していきます。それ以外にベレー帽に合うコーディネートなんかも簡単にご紹介します。被り方の説明をする前に、僕が思うベレー帽の良さっていうのを3つ説明していきます。1つ目が髪のセットとかの手間を減らせるっていうのと、2つ目が顔が小さく見えるっていうのと、3つ目がこなれ感が出せるっていうのが、この3つが、僕が思うそのベレー帽の良さです。1つ目の髪のセットとかの手間を省けるっていうのはどういうことかって言いますと、朝起きて時間がなかったりとか、髪のセットめんどくさいなとか、寝癖直すのめんどくさいなとかいろいろあると思うんですけど、ベレー帽とかだと、被るだけなので、そういった手間も簡単に省くことができますね。2つ目の顔が小さく見えるっていうのはどういうことかって言いますと、自分の顔より大きいものが、顔周りにあることで、対比で小さく見えますよっていうことなんですけど、例えばそのマフラーとかイメージしていただくとより分かりやすいかなって思うんですけど、マフラーってその 2,3 回その首に巻くんですけど、そうすることによって、首周りにそのボリュームが出て、あんまりその顔が目立たなくなるっていう感じなんですけど、それと一緒ですね。3つ目のそのこなれ感が出せるっていうのはどういうことかって言いますと、普通の人がなかなか被らないアイテムだからこそ、他の人との差別化が簡単に測りやすいっていうことなんですけど、ベレー帽って、被るのにその、ちょっと勇気がいったりとか、なかなかハードルが高いようなイメージのアイテムだと思うんですけど、そのハードルの、高いようなアイテムを、コーディネートに、いい感じに取り入れてたとしたら例えば周りの友達から、こいつ実は結構おしゃれなんじゃないかなっていう、思わせられるんじゃないかなって思うんですよ。そういった意味でも、ベレー帽って、こなれ感が出せるアイテムかなって個人的には思います。今言ったことを簡単にまとめますと、手間とかも省くことができて、なおかつ、顔も小さく見せれて、かつ、おしゃれなこなれた雰囲気に出せるっていう、この3つが、僕が思う、ベレー帽の良さです。あんまり長々と話してもあれなんで、早速ベレー帽の被り方をご紹介していきます。はい、それでは早速ベレー帽の被り方を解説します。ベレー帽って、キャップと違ってつばがない分、どっから被るかって迷う方いると思うんですけど、こういうシンプルなのに関してはどっから被っても大丈夫です。逆にこういうロゴがあるものに関してはこっちを前にしていただければいいんじゃないかなと思います。被り方は一旦こう持っていただいて、このままこう深くこう被るっていう感じで、これだけだと形が変なんですけど、ここから流したい方向の耳ですね、この耳の後ろあたりをこの片方の手でこう持ってあげて、もう片方の空いてる手でこのおでこの部分を押さえていただいて、そのまま引っ張っていくって感じですね。で、そうすることでだいたいボリュームの割合としてはこっちが8でこっちが2とか、こっちが7でこっちが3とか、そういった感じが僕は綺麗なんじゃないかなと思います。あとはそのおでこどのくらい、その深さどのくらいって思う方いると思うんですけど、それに関してはおでこの大体真ん中あたりですねがちょうどいいんじゃないかなと思います。こう上すぎちゃうとちょっとハゲたような感じに見える可能性もあるので、おでこの真ん中が、それよりちょっと上ぐらいがいいんじゃないかなと思います。あとその髪
まあ、前髪入れるか入れないかに関しては、まあ、どちらでもよくて、その前髪ある場合は、まあ、入れなくても綺麗なんじゃないかなって思います。まあ、例えばっていうか、前髪をこっちに流してるとしたら、こうかぶった時に、まあ、ベレー帽のボリュームをこっちに持ってってあげれば綺麗だと思いますし、逆にあの前髪がこっちに流してる場合、その場合はベレー帽もこっちにボリュームを寄せてあげた方が、このバランス的には綺麗なんじゃないかなって思います。一応こんな感じですね。あと、まあコーディネートの項目なんでご紹介していきます。はい、コーディネートはこんな感じで組んでみました。バブアーにベストやネクタイなどを合わせて英国っぽい感じのスタイルにしてみました。白シャツはインした方が綺麗かなって思うんですけど、あえてタックインしないことでラフな感じを出しています。2コーデ目はこんな感じです。 M65 やスウェットやデニムを合わせて全体的にカジュアルな感じに組んでいます。トップスがオーバーサイズなのでスタイルが悪く見えてしまわないようにタックインをしています。ラスト3コーデ目はこんな感じです。オールブラックで合わせています。ロングコートやロングシャツなどを着ているので足が短く見えないようにお腹にベルトを巻いています。はい、いかがだったでしょうか。今回はベレー帽の被り方の解説とベレー帽に合うコーディネートの紹介を簡単にさせていただいたんですけど、参考になれば幸いです。最初に、まあ、ベレー帽を買うとしたら色は黒がおすすめで、まあ、サイズとしては、まあ、きつくなくて多少ゆとりがあるものがいいんじゃないかなって思います。まあ、他に、まあ、僕結構ベレー帽好きでいっぱい持ってるんですけど、まあ、それで思ったこととしてはいろいろ被って思ったこととして、デザイン的に少しその大きめのがいいんじゃないかなって思いました。その、まあ、小さいのでも全然いいんですけど、まあ、大きいものを持っとくことによって、まあ、被った時に、まあ、やっぱり顔が小さく見えるので、まあ、なので、まあ、個人的にはまあ、小さめのベレー帽よりかは、まあ、デザイン的に少し大きめの方がいいんじゃないかなって思います。はい、こんな感じで僕のチャンネルでは服のリメイクなどをメインにファッションに関する動画をアップしていますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。あとインスタグラムとウェアの他にツイッターと LINE アットの方もやっておりますので、概要欄に貼ってある URL からフォローの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。